そこまでだ。貴様。番組の途中ですが、ここで緊急ニュースをお伝えします。先ほどラッセルシティの中心部で非常に大きな爆発がありました。原因は調査中とのことですが、多くのビルが倒壊、炎上している模様です。消防だ！対応に当たって。ガロ、最強と謳われた剣、素晴らしい。他の騎士や奉仕どもとは格が違う。主よ、感謝する。俺をこの敵と出会わせてくれたことを。エルドラドから赴いた価値があった。お前の主とは何者だ。問いたければ剣で問え。力こそが俺を動かす唯一の術。それがゆえに俺はこの道を自ら選んだ。最強の白銀騎士がなんて様だ。誰もがあんたを尊敬してた、憧れだったんだ。なのにあんたは。守りし者か。早くこちらの声へ黄金騎士。使命、信念、くだらぬ枷を捨て去れば貴様はもっと強くなる。何者も届かぬ真の力をつかめるのだ。それが何になる。俺たちの力は守るべき人々のためだ。それを捨ててまで得た力など何の意味もない。力なき者に存在する価値はない。黄金騎士よ、貴様を縛る枷外してやろう。
理解したか。貴様の信じる力は無意味だ。よかろう。忘れていたぞ、この感触、痛み。そう、これが痛みか。その剣、さらに磨いておけ。